つけ麺ズー磯田こんにちは。はい、今日は第2回 GU コーディネート対決夏服バージョンですね。おっ来ました。前回秋コーデで勝負してた。はい、その時、まあその審査員がしょうちゃんの弟の隼人君に決めたので、阿部ちゃんが1位、はい、1位王者です。この順番でしたね。そう1、2、3位じゃあほんまにだ、悔しかったのよ。でまあ今回は夏コーデか。お、はい、夏は服が安いので。そうそうそう、5000円、まあ一応5000円以内ね。はい、まあ、5000円あればだいぶいいコーディネートできるじゃん。そうですね、夏だったら安いしね。で今回は街の人に聞いてみようと。そうだね、審査員お兄ちゃんひいきがなくなるわけですね。そうそうそう、お兄ちゃんひいきも。なるほど。ちょっとビリー全額行く。1万5000円でマジで。はい、ビリ全額行こうよ。3組に聞いて一番投票が、はい、多かった人が1位。おお、少なかった人が全額全額服を支払い。おわ、1万5000円ってちょっとやばない。やばいやばい、過去最大級のお支払いガチガチ。じゃあ買いに行きますか。はい、行きましょう。ズラゴーつけ麺ズ。はい、ということで3人とも買ってきました。はいはい、じゃあもう着替えたので、はい、しょうちゃんからお披露目しましょうか。はい、じゃあしょうちゃんどうぞ。はい、いいよ。好きやわ。うん。ポイントは？ポイントはですね、やっぱこれですかね。うん、その上のパーカー。パーカー、パツンってきたやつ。これだけだと子供っぽくなっちゃうんで、うん、小物とか下とか全部黒で統一して。ストリートっぽいね、ちょっと。そうですね、ちょっとなんか夏フェス行きますよみたいな感じのイメージで。なんか黒と、まあ、白となんかグレーでかっこいい系だし。こう統一感を出して、いい感じ。うぃー、しょうちゃんでした。おお、爽やか爽やか。どうすか。いいね。なんかやっぱイメージっていうかキャラに合ってる。え、キャラに合ってる。俺的にはそのいつものキャラと違う、そのちょっと何爽やかさを出していったというか、あちょっと若さ。なるほどね。色、このカーボパンツとか下がカーボパンツ。そう、今このレイヤード、レイヤードね、この出てるやつね。七分丈なんだね。そう、GU のズボンが合わんくて、そういうピッチリしたやつが。俺足太いから。だからまあ七分丈だったらまあ綺麗に見えるというか、そのパンツがまっすぐ細く見えるというか。いやでもすごいなんか俺好きです、爽やかで。笑ってない。笑ってない笑ってない、大丈夫。若さもありながらなんかちょっと大人っぽさもあるみたいな。大人っぽさあるかな。色がやっぱ原色じゃないじゃないですか。結構ちょっと暗めだけど明るいみたいな。こんな感じです。はい、じゃあ最後は阿部ちゃんです。はい、行きます。はい、おー、すごいすごい、なんか卑怯だな。卑怯じゃん。なんか悔しいわ。やっぱなんかいいっすね。やっぱキャラに合ってるっていうか。まあもう大人っぽくというか。ちょっとコーディネートを見た瞬間にちょっと悔しいって。もう自由感をなくしました。もうそうやな、黒と白だけで。おお、堂々と銀座とか歩けそう。そうですね。上のオープンカラーシャツ黒と、はい、下の
スラックス、これ同じまあ素材でセットアップみたいな感じになってて、で下は白のタンクトップで、うわーなんかいいな、うわうわもうやりたくねー、2連覇を狙いました。俺もそういう感じにすればよかった。つけ麺ズ、はい、はい、じゃあ審査、はい、しに行きましょうか。わかりました。マジですか。いや緊張すんな、ね、リリーは全応募だから、ちょっとほんまにさ、あーありがとうな。いやでもね、いろんな、なんていうんですか、タイプの好みの人がいますから。そう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 、一組ちょっと小学生入れてもいい？ダメダメ、小学生だ、ダメ、大学生、大学生で、じゃあ行きましょうか。行きましょう。じゃあ一組目の、はい、大学生、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一番だけ、はい、一番だけ、一位だけ一人ずつ、そうですね、はい、じゃあ皆さんからお願いします。1位よ、おらら、ありがとうございます。なんかもう目線が阿部さんに言ってました、ね、ありがとうございます。もうやだ。じゃあ上さんお願いします。あんまり冒険するもんじゃないっすよ、やっぱ。うわやったー、ありがとうございます。え、理由あります？まとまりがある。ああ、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。俺がじゃあとりあえず2票。うわーもう終わった。じゃあ王者、うわ王者の、マジか、します、お願いします。1位だけ、じゃあお前さんから。ほらありがとうございます。いや、わかんない、じゃあお姉さんお願いします。1位。うわ、分かってるわ、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。やった。悔しい。もうほぼ俺の勝ちでしょ。いやでもやっぱ大学生好きですもん、これ格好。じゃあ次最後。はい、逆転。いやだって0-0やもん。0-0です。もう 3組以上見つけないと勝ち目がない。うん、はい、ラストです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラストです。一応5人来てもらってるんで、はい、逆転は可能です、この2人は。はいはい、1位だけを、はい、さしてほしいです。はい、お兄さんからじゃあお願いします。お願いします。1位だけを、おおいけ、 YouTuber、 やった、嬉しい。じゃあ次お願いします。お願いします。あ、こっちも、はい、よし、乾杯よ。あ、じゃあゆうさんお願いします。お願いします。笑いづらい。おぉ、いや、これちょっと喜び見たさに選ばれてる。もう喜びとかじゃなくて普通に、やっぱこの人ちょっと待って、今並びました、並びました。違う、俺が 5ポイントでしょ。1,2,3 は3、服装だけでお願いします。下りのりさんね、やばい、嬉しすぎる。これほぼ服ポイントちゃうもんね。俺の喜びポイント、喜びポイント、ありがとうございます。ありがとうございます。つけ麺ズ、はい、はい、ということで終わりました、ね、はい、じゃあ俺が一応結果として5ポイント、はい、俺4ポイント、4ポイント、まさかの翔ちゃん0ポイントまさか。いやでもいいやん。いやいいですよ、こんな俺のファッションは一般人には分からない。なるほどね。いやでも正直言って最後はまあ俺のちょっと喜びポイントも入ったから、まあまあまあ、確かにね。でもまあまあまあ、でもまあまあ、まあ、結果はね、結果は結果だから、はい、いやでも俺が選べって言われたら阿部ちゃん選べます。まあな、かっこいい、これは。じゃあということで翔ちゃんが15,000円。ああ、もういいでしょ、ありがとうございます。プレゼントしますよ。ありがとうございます。リベンジします、必ずリベンジします。じゃあまたやろう、またやろう、またやろう、はい、次は、次秋や、じゃあ次秋、負けない、負けない、はい、またね、バイバイ。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、バイバイ。最後響くんポイント、あ、しよう、はい、響くんは誰がいい、じゃあ一応最後響くんポイント、いやどう
やっぱり阿部ちゃんっすね。